皆さんこんにちは、ナナです。続いての動画はアメリカツアー3日目と4日目の様子をお届けします。今回は練習の様子は撮れなかったんですけど、その練習の合間のランチタイムとか、あとトラブルがあって他のチームさんとレッスン時間が被ってしまったので、その時の自由時間を撮ってきたのでお届けします。最後の方になんとラーキンさんも出てくるので、最後までぜひ見てください。ラーキンさんはチビユニティのお父さん的存在になっていて、本当に素晴らしい方で、前回の I want to complain という作品と今回の Dreaming Awake という作品をチビユニティのために作っていただいた先生なんですけど、ラーキンさんはもう人間性も素晴らしいし、チビユニティのお父さん的存在だし、純粋な一面も持っているので、本当にチビユニティみんなラーキンさんのことが大大大好きです。ダンスの面でも考え方とかも、ラーキンの作品を踊るにあたっていろんなことを学べたし、たくさんの経験と刺激をもらいました。これからもチビユニティといろいろなプロジェクトをしていくと思うので、とても楽しいです。そんなラーキンさんが動画に出てくるんですけど、最後の方にラーキンさんがある行動をします。一体どんな行動をするでしょう。最後までお見逃しなく。皆さんおはようございます。今日はロサンゼルス生活3日目を迎えた朝です。すっごい朝、天気が良くて気持ちがいい、すごい空気が気持ちくて、でみんな朝ごはんを作ってくれる班と、あと支度をする班で分かれて、あと寝てる子もまだいます。で今日も朝の10時から12時まで練習があって、それから2時からまた5時まで1日みっちり練習をして、で明日でラストの練習ですかね。みんなすごい楽しく集中して練習しています。頑張ってます。ラーキンさんの作品がすっごい素晴らしいものなので、本番がすっごい楽しみです。お疲れ様です。お疲れ様です。これから何の時間？今はランチタイムですね。練習終わりのランチタイムです。みんな何食べるの？今日何食べる？ヨーグルトアイス屋さんかな。ね、そう、自分でトッピングできるんだと思う。チョコ。あ、美味しそう。いろいろトッピングある。え、これ多分いろんな味があって、自分でソフトやって重さで決まるんだと思う。私前これ食べた気がする。いろんな味がある。これ多分試食でいいんだと思うよ。これで試食して、いろんなのある。
ピンクレモネード美味しそう。ニューヨークチーズケーキもある。クロージヨーグルト何？クロージヨーグルト何？ヨーグルト味の。私もなんかちょっと味見してみよう。怖い怖い。どっか出るの？出るよ出るよ。何味？パイナップル。美味しい？うん。アイスだよ。私もなんか。え、わかんない。これからじゃあみんなでトッピングしていきまーす。これで 3.86 円なので日本円で400ぐらい。すごーい、美味しそう。中にはニューヨークチーズケーキ味のアイスとパインとキウイ、ブラウニーとストロベリーとワッフルコーンかな。店内もめっちゃかわいい。みんなどんなのを選んだ？アイス5食入れた。うわ盛りだくさん。うわすごい楽しいね。あのなんとらコーヒーのテイクアウトのコップが欲しいから。あ、これラジオ。そう、めっちゃ可愛い。何何何。めっちゃいい。え？いい人だね。いい人。何してたの？空いてた？いやー、すごい。素敵だな。Same thing。うん。よろしくお願いします。またインスタグラムもしているのでそちらもフォローよろしくお願いします。次に公開する動画はなんと待ちに待った本番の様子をお届けしたいと思います。なのでぜひ見てください。バイバイ。